あ、猫アレルギーだったの。俺猫アレルギーだ。俺も猫アレルギーだよ。え、一緒じゃん。あとカニとそば。カニそば。え、前、あ、カニは違う、そば前食べなかった一緒に。いや、今まであのカニも年末の本当にあの楽しみというか、うん、カニが生きがいみたいな。もうこれからじゃ食べれないってこと。すごい迷ってて、それ俺むしろみんなに悩み相談したら、俺どうしたらいいですかね。俺カニ食っていいんですかね。食べたいんですけど、やめた方がいいのかな、やっぱり。どうなんだろうね。でもさ、エビカニとかってさ、ひどい人だとさ、もうあ、ぜひぜひになっちゃうじゃん。そういうのはないの。だってそば食べた時僕変じゃなかったですね、うん、全然普通だった。そうなんですよ。だからそばカニとかはなんか猫とかも軽度らしいんですけど、うん、ハウスダストと花粉たち、もうヒノキ、杉、ブタクサは振り切ってましたね。あ、もう重篤、ね、あともっと驚いたのが、アレルギー検査をして、うんうん、あので36種ぐらいあの書かれて、 はいはいはい、あれ総合値が出るんですよ。お前のアレルギー性質どれぐらいや、あ、戦闘力みたいな、戦闘力みたいな感じで出せるんですけど、あの170っていう値があって、170のを超えるとアレルギー体質、うん、で下回ったらまあまあまあアレルギー体質ではないかなっていう基準があるんですけど、その170に対して僕8800です。やばくないですか。クソインフレ起こしてんじゃん。8800、もうむしろもうアレルゲンじゃんみたいな。俺から何かもう出るレベルじゃない、8800って。あ、やべえ、マスクしなきゃ。いや、やめろやめろやめろ。え、すごい。ええなんかね、ハウスダストと花粉がもう振り切って、やばいんだ。ちょっとこれ正確じゃないんで、まあ、こんぐらいっていう感じですけど、その例えばヒノキが1が平均だとしたらもう200とか。そんなレベルです。もうやば、もうアウトです、完全に。いや、俺も測りに行ってもらおうかな。血液検査とかでできるの。血液検査すぐです、すぐです。へえ、やってもらおうかな。すぐですけど、ショック受ける。いや、でも珍しく僕ツイッターでそれみんなにつぶやいたんで、多分ショックだったんでしょうね、多分ね。聞いて、紛らわしたかったですよ。ね、みんな聞いてよ。俺普通のアレルギーの人の50倍ぐらいヤバかったんだ。でも8800って書くとちょっと引かれるかなと思って、さすがに言わなかった。もう今言っちゃったけど。8800、それ多分すごいんだろうね。